この有効求人パーツ一番の状況を47全ての都道府県で私たちは史上初めて作り出すことができた。民進党政権時代は皆さん、この東京を含めてたった8つだったんですよ。この今東京は過去最高の有効求人倍率になっている。そしてここ大学を卒業するみんなの就職率は過去最高です。政治にまず求められることは、高校や専門学校や大学を卒業する若いみんながしっかりと仕事がある、自分の手で未来をつかむことができる、そういう日本を作っていくことであります。決して皆さん、アベノミクスは失敗を